今回もですね、3次元課題の活用や蓄電池の併設も日本アジア投資のメガソーラー3件が稼働というニュースでメガソーラーに関してのニュースをちょっとお話ししたいと思いますね3次元課題というのはこれはパネルがです、ね、太陽光のパネルが太陽光の向き,です、ね向きですね、に合わせて移動するというか動く ですので、まあ、有効に太陽光と電気を、太陽光で光をです、ねえー、吸収して太陽パネルとしてです、ね、あの発電量を常に一定にするというかあの太陽光ってね、えー、向きによってです、ね、やっぱりその発電量が変わってくるんですけどそれをなるべく一定にしようという形の課題だと思います。 でどどんんん読んでいきますね。日本アジア投資は同社グループが投資する3つのメガソーラーが売電を開始したと発表したというニュースですね。日本アジア投資は2020年4月12日、同社グループが投資するメガソーラープロジェクト3件が完成し、売電を開始したと発表した。紋別市高度太陽光発電所、北海道紋別市と広野ソーラーパーク、 福島県双葉郡広野町、横津の丘太陽光発電所、北海道亀田郡七井町の3か所であるということですね。門別市行動太陽光発電所は、最大出力が15.17メガワット、予想発電電力量が年間1万8993メガワットアワーですね。 売電開始は2020年の2月。買取価格フィットは40円ということで。まあ、あの、前回お話ししたメガソーラーの話ですよね。えレ五トのウのジ島ですね。かなり大きなプロジェクトの話でしたけれども。まあ、あの、フィット制度の改革によってですね。 着工が今年の2020年の8月までに始まらないと、この買取価格を下げてしまうということなので、まあ、今非常に混乱している状況ですよね。あのコロナウイルスによってですね、まあ、非常に混乱している状況なんですけども、どんどんこの稼働させていかないといけないよという状況になっています。まあ、でもこれはもう完成して稼働はもうすぐしていくという感じでしょうね。 着工ですから、どんどんこれからの8月までにですね、メガソーラー、かなり計画されてたものが、どんどん出来上がってくるというふうな形になってくるでしょうね。で、これはもう初期ですよね、40円ということは、もう本当に2012年の初期の頃に、計画が出てきたかなというか、こう申請が通ったということですよね。 その時期なので、もう12年ですから、8年は経ってるわけですよね。まあだから当然、もう出来上がっておかしくはないんですけど、やっとこう稼働するという感じですよね。で同発電省はスマートソーラーとの共同投資案件となる。出力変動対策として蓄電システムを導入したほか、パネルの設置角度を最大20度まで調整可能な3次元課題を使用。 また、パネル表面への積雪回避のため、パネルを高い位置に急な急斜角度で設置していると。おだから、下手すると、まあ、これ、ちょっと高さ的には難しいかもしれませんけどもね。それに北海道という土地柄もあるし、海に近いのもあるから、なかなか、どうなんでしょうね。周りは畑なのかな牧草地なのかなよくわからないような場所ですけども。 うん、まあでも、牧草地が多いのかなという。でも、畑も多いそうな感じがしますよね。この感じですよね。だから、ソーラーシェアリングもできないことはないでしょうけど、それ用には作ってないかなという気はします。はい。で、次ですね。広野ソーラーパークは、最大出力が2.7メガワット。予想発電電力量が年間約3290メガワットアワー。売電開始は2020年2月。 もう開始しているということですね。買い取り価格はこれも40円と、税抜き。スマートソーラーとの共同投資案件であるということですね。これもスマートソーラーさんですね。まあ、共同投資案件という形です、えー。採石場跡地を利用、有効利用した災害復興における地域のインフラ整備の一環として位置づけられた発電所でしょうってあるということで、まあ、東日本大震災 によってでですすね、ね。相当なダメージを受けた場所です、ね、福島県の双葉町というところは双葉郡かそうですねごめんなさい双葉郡ですよねその一つで、まあ、こういった人が多分住めないような地域なのかなと思うんですけどもそういうところにこの採石場もう当然ね、あのー、だいぶ長い間動かしてない場所だと思うんですけどその跡地にこういったものを作ったというところですよね もう一つがですね、えー、横津の家太陽光発電所ですね、は、えー、最大出力が2.0メガワット。予想発電電力量が年間2301メガワットアワー。売電開始は2020年3月からであると。もうこれも始まってますよね。買取価格は36円。ということで、若干ずれた時期に行われたのかなという形です。 閉鎖された旧函館カントリークラブ横津ゴルフコース跡地を活用したメガソーラーだということで、これもよく地方にあるメガソーラーの例ですよね。これ、見てもわかる通り、ちょっと斜面に作ってあるので、しかも雪のところですけれども、ちゃんとこれね、大丈夫なんからなと思います。設置はしてあるでしょうけれどもね、きちんと。 ただ雪もあるし、土砂崩れとかそういうの心配ないかなというところは、若干不安な部分はありますけれども、まあでもね、2メガワット。そんなに大きな規模ではないですよね。前のこっちの方、あでもこれも2.7か。こっち側はすごいですね。15.7メガワットです。まあ、航空写真から見、航空写真じゃないかもしれないですけどね、最近だとドローンから撮ってる場合が多いですけども、 まあかなり広いなという、最初ののが非常に大きいですよね。はい。で、この3つの案件を通してね、感じるのは、やっぱり、投資がですね、滞ってたものっていうのが、そのフィット改革、<laughs> 失礼しました。フィット制度のね、えー、改革によって、今年、まあ今年2020年ですね、 の八月までに着工が始まるあるいは運用が始まるっていうの案件がだいぶ増えてくるんじゃないかなと思います。多分この辺の投資案件っていうのはですね、ピットをまあ悪用とは言わないですけども、あのうまい投資先として世界中からですね、え投資会社がですね投資をしたっていう経緯があります。で。 ヒットの美味しいところっていうのはですね、まあ、20年間なりですね、えー、その投資が始まって売電が行われるこの金額ですね、40円。で、まあ、着工が遅れたっていうのはいろいろあるんでしょうけどもね、そのどこがやるのかとか、どこが運営するのかとか、どこが施工するのかとかってね、あるいはこういったのスマートソーラーもそうですけど、パネルの角度を、ね、変えるようなもの、ちょっと高級なね、 課題を設置するのかどうかとかいろいろあったんだとは思うんですけど投資案件としてね、えー、投資家たちが回収できるかどうかっていう部分もこれ見ておかないといけないんですよねでもよくこう長い間放置してたなっていうところもあるんですけどもうんこういうのがあの投資としてえ始まって、まあ、20年間ですよね確かね 20年間こういったの授業用というのはですね、えー、電力会社から売電の,のための金額が出るということで、非常においしい案件だっていう形で、世界中の投資家、これはね、もう事業主もそうですし、個人投資家もそうですけども、まあ、分割してね、個人投資家なんかはですね、分配された感じなんですが、まあ、そういう方たちがね、群がって、 一気にドーンってこう投資が増えたというところはあります。ただなかなかねこう失敗したものも多かったりとかあの途中で、えー、施工主が逃げちゃったとかねいろいろあってですね失敗してる投資もあるそうなんですけど、まあ、今回のこのような形でね運営が始まったっていうところもありますでもこのニュースだけですとねこの背景の部分が全然わからないんですけどまずねあの一番の問題は その余ってる土地っていうところ、このゴルフ場とかね、こう採石場とかもそうですけど、まあ、ただみたいな土地の部分にドーンと作ってですね、まあ、発電所として稼働するのはいいことはいいと思うんですが、電力需要が全くないようなところに作ってるんですよね。まあ、これ見てもわかる通り、全くないわけじゃないと思うんですけど、こういうところにね、お家があったりとかしますけど、まあ、これだけの電力を作ったとしても、 送電でほとんど多分失われちゃうんですよねで。そういった無駄なものに電力会社は20年以上も今後投資し続けるということです。で、その投資した金額っていうのは当然ですけれども、あのー、私たちですね、電力を使っているものにこう跳ね返ってくるということなんですよね。で、まあその分はもう織り込み済みで、えー、なっている部分はあるんですけど、多分こういうのが稼働し始めると変動してですね、 値段が上が上ってくるるといいうのはあると思います。まあ、北海電力さんなんかはね、やっぱりそういった形で、電力が上がってくると思うんですけどね。ただ、これをですね、その投資会社の案件としてやっていく上では、いろいろ条件もつけていった方がいいと思うんですけど、これなんか蓄電池もね、併設してるっていう部分はあるんですが、これだけ大きなね、発電をした電力を、そんなものに無駄にしてしまうのは、もう非常にもったいないということですよね。 なのでやっぱり水素の転換あるいは蓄電池の電池の充電とかですねあのここに EV を持ってきて充電させるとかっていうことは十分可能じゃないかなっていうところありますでも私はやっぱりその水素への転換あるいは水素をあのためやすい物質への転換とかですねそういったものにこう持っていかないと非常にもったいないなっていうところあります 電力としてそのまま送電するのが多分コストとしてはね一番いいんでしょうけれども多分それでも失われちゃうものが多いんですよね送電ってねかなり電力を失われるんですよ特にそれほどまあ火力発電とかねそういったの原子力とかだったら、まあ、電力量が非常に大きいのでうんまあそこら辺はいいと思うんですけどまあこれなんかは太陽が照ってる時しかねあの使えないじゃないですかで昼間にそんなに電力が 使われる場所がこの辺にあるのかって言ったらそうではなさそうな感じがしますよね。まあ失礼な話ですけど、ちょっとやっぱり田舎の方なので、工場でもあれば別ですけどね、この併設して、この辺にドーンってまた工場があったりすれば別ですけども、そんなのだってこうできそうにないじゃないですか。まずは人がそんなに住んでないから。うん。だからやっぱりその水素への転換とかね、やっぱ他にもいろいろあると思いますよ、運用方法っていうのは。だから この膨大な電力をやっぱりうまく使える方法というのはいくつかやっぱり考えておかないとこの稼働させるねメガソーラーっていうのも非常に無駄じゃないかなっていうところがありますでこれはね福島の場合っていうのはまあもともと原子力があった場所でもありますけどまあ今後こういった産業振興の部分もそうですし災害復興のっていう目的でもそうなんですが 福島の場合はですね、あのインフラとしてですね、水素に転換する、再生可能エネルギーを水素に転換するものっていうのが徐々にできつつあります。全部じゃないですけどね。ただ、そういったものとして水素を作るところの提供場所としては、えー、いい部分で進んできてるかなというところはあります。で、最後のね、このゴルフ場の部分もそうですけど、やっぱり北海道っていうのはこう積雪もね、場所によっては相当ある。 少ないところとやっぱ多いところいろいろあるそうなんですけどもやっぱりここを見るとやっぱり積雪それなりにある場所ですよねそしたらこのメンテナンスもやっぱりすごいお金かかるわけですね積雪があった時にこの雪をどかさないといけないですからで、まあ、当然冬の場合ですとね晴れる日っていうのもそんなに少ない多くはない状況だと思いますのでそこら辺を考えるとなかなかねっていうところあるわけですよね でも、北海道っていうのは、あのー、以前のですね、えー、この計画、北海道をですね、一大水槽生産地として考えているという構想があるっていうのがですね、あのー、具体的に紹介したことがあるんですけども、ただそれがね、どこの会社が入ってとか、具体的にどこまで計画されてとか、そういう部分としては、ちょっと絵に描いた餅のような感じの部分もあるんですけど、 もしその理想通おり、まあ、理想通り行かなかったとしてもあのかなりねいい方向に行けるっていうのが見つけられると北海道の,この産業としてですねこのような大きな、ねえー、メガソーラーっていうのが水素の生産地として生かしていけるっていうところですね他にも牛糞とかを生かしたあのバイオ、えー、ガスを使ってですね年、えー、発電方法 なんかもやっぱりありあますし、北海道ってのは放牧が、ね、非常に豊富なんですよね。だから牛糞とかそういったものをあのバイオガスの燃料として使って、えー、発電するという方法もあるわけですね。あそれを燃やしていくということですよね。ですので、もともと捨てていた、まあ、牛糞なんかは肥料にも使ったりもしますけども、まあ、そういった形で、えー、ものすごい量出ますからね、毎日毎日ね。 でこの広大な土地を使ってメガソーラーもそうですし風力発電もねかなりあの設置されてきてるんですよね。で当然ですけどその住んでいる道民のエネルギーあるいはその産業も含めてですけども、ね あのエネルギーをあり余るほどの,この再生可能エネルギーによる発電量というのがこう期待できるんですね。じゃあそれをケーブルで本州に送るというのもありなんですがまあ保存の方法の一つとか、あのー、生産の方法あるいはねいろんな別のエネルギーに変えていくというふ水素を作る再生可能エネルギーから水の電気分解によってっていう一、まあ、つの方法ですよ。他にもいろいろろ方法あると思うんですけど 水素を作っていってっていうとうころですねで。水素は燃料電池車ですとかね、あのー、火力発電用の水素としてですね、供給するというのも可能なわけですね。一大その水素生産地としてこういう場所を生かしていくというのは非常に有効的かなと思います。でこの大きさのメガソーラーでもその水素発生装置を作るというのはそれほど大きな設備はいらないと思いますし、まあ、言ったとしても そんなにね、遠くに作る必要もないし、ちょっと場所をもう少し広げて作るぐらいで問題ないと思いますね。じゃあ爆発の心配あるのかとか、そういう部分でしたら、例えばアンモニアに変換するとか、あるいはメチルシクロヘキサに変換するとかっていう形で、えー、別のものにね、こうやっていくっていうところは必要かもしれませんけれども、あの、他の方法でね、水素を保存するとしておくっていうこともありだと思いますね。そうすると、この電気っていうのが、 無駄なななく使えるんじゃいいかなと思いますで水素はちょっと運ぶ必要はありますけれども、あのまあ、本州に運んでもいいし、北海道内で使ってもいいですよね。で水素を、ね、燃やすって考え方でいくと、石油をです、ね、そんなに使わなくてもよくなってくるんですよねで。ドイツなんかでは少しずつそういうパワートガスっていう形でいろいろと取り入れていってるところはありますので。 北海道なんかね、やっぱり寒さ対策として、あの、燃料費っていうのは相当冬は使うわけでありますので、そういうものの一つで水素を使うっていうのも全然ありだと思いますよね。はい。そうするとエネルギーの供給量もそうですし、エネルギーの使用っていう部分でね、無駄がなくなってくると思います。はい。えっ、ー、とですね、まあ、あくまで私の理想論をかち,ちゃってるところが多いんですが、 まあそれに対抗するね、何かいい案があれば、コメント欄でいただいてもね、ありがたいなと思います。私も勉強になりますしね。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。